ゲストハウスの21時の和樹です。あやかです。はい、今日はちょっとまた別のところにお散歩に、はい、はい、お参りに行きたいと思います。はい、じゃあちょっと行きましょう。はい、じゃあゲストハウスを出て右に曲がって神谷さんですかね。ですね、うん、じゃあ海に行くときにはここから左に曲がったんですけど、次右に曲がりたいと思います、はい、この大きな鳥居が街中にドーンとございます。歩いて1分ですね。はい、見えますでしょうか。八幡神社という神社でございます、はい、八幡宮ですね。手を洗いましょう。はい、洗いましょう、はい。お作法わかりますか？手を洗うときの。わかります。ぜひ海外のゲストにも教えてください、はい、はい。あ、ここに書いてありますね、はい、はい。右手で柄杓を取り、左手を洗います。はい、はい、で、柄杓を持ち替え、右手を洗います。で、柄杓を右手に、左手の手のひらに水を受け、口をすすぎます。そうですね、そういうことです、そういうことです。で、それを吐きます。はい、でもう一度左手を洗います。はい、みたいな感じですね。ありがとうございます。はい、はい、こんな感じですね。じゃあ参拝に行きましょう。はい、お参りにはいろんな諸説ありますけれど、5円とか50円がいいと言われてまして、ちょっと今集めました。逆に、5円っていうのは、まあ、ライミングというかダジャレというか、5円ですね、縁があるということなんで、いいことと結びつくみたいな意味がありますね。逆に10円ってあまり使いません。なんでかっていうと、当円と言って、10のことを、昔の、日本の読み方だと、10は当なんですけど、当円になるんで、円が遠くなるんで、10円玉だっていうのはありません。はい。だから、10円使うときは25円とかにして、10、15円がありますように、みたいな形で、5円を担ぎながら参拝したり、10円は使いません。豆知識ですね。海外のゲストの方、ぜひ、この穴の開いたやつを選んで、参拝してください。二礼、二拍手、一礼です。で、そのまま手を拝んだまま、お願い事ですね。何お参りしましたか？言ったらダメって言われてます。そうですね。内緒なら内緒でいいです。内緒ですね。内緒ですか？はい。はい、僕はですね、まあ、ゲストハウスが多くの人に、世界の人に知れ渡ってたくさんのお客さんを泊まっていただけますようにということと、会社のスタッフ、あとアルバイトの子とか2人で、合計4人で今ゲストハウスを運営してるんですけど、はい、その4人の子とか子供の人全体のキャリア人生がいいものになりますようにと願っておきました。はい、ありがとうございます。はい、実はこの八幡神社ってこのメインの、お堂だけじゃなくてですね、こんな感じでいくつもお堂が回ってるんですね。それぞれお参りしていきたいと思います。はい、一緒に礼します。いっぱいあります、はい、知ってる方もいるかもしれませんけど、お焚き上げといって例えばお守りとかですね、縁起物をただ単にゴミの日にゴミを出すんじゃなくて、ちゃんと、神社の方に代理で焼いてもらうというために、なかなか捨てづらいものとかですね、例えば僕古民家を買ったので前の人の荷物がすごくあったんですけども、例えばそこで戦争の褒章とかが出てきましてですね、ちょうどお盆なんでいいですね、軍に行きました、その、まあ、よく頑張りましたみたいな、そういうなんかメダルとかがあって置いとくわけにもいかないし、簡単に捨てるわけにもいかないんで、ここの焚き上げのところに置かせていただきました。お亡くなりになったその元持ち主の方にも多分炎となって届くようにということですね。天まで飛ばそうですね。ですね。はい。はい。天まで飛ばそうというのはですね、ブッダブランドっていうヒップホップグループで、
人間発電所っていう曲があるんですけどあの要天まで飛ばそうですねご興味あるはい気持ちが気持ちがレイミちゃんモノホンプレイヤーになれるんですからはい DL に、はい、デブラージさんにね届けばいいなと思いますけどもはいちょっといろんなこの神社さんはどんな神様なのかとかっていうのはちょっとここの今回ったぐるっとしたのは特にわからないんですけども、うん、あの1個明確なものがあってここですねここ狐ありますね、はい、フォックスですねフォックスの神様のところはお稲荷さんって言ってこれ商売繁盛です、うてると分かるんですけど船がありますねお船なんで多分これは船乗りさんとか水の安全とかそういうのを祀った多分神社だと思いますここは海が近くって船乗りさん魚漁師さんすごく多いんでで最後これこれが一番もしかしたら皆さん人気かもしれません姫宮神社といったの縁結びですね縁結び、はい、縁結びいい人とということで、はい、僕もやりましょう後でこんな高い鳥居があります、はい、じゃあおみくじやりますかいいですねおみくじやりましょうかはい、はい、100円入れてあ、ここから取ると取りますはいじゃあ僕もはい日本ではこういった誰もいないところにお金払うことが多いです多いですはい38番吉吉です見えるかな、うん、見えない吉は、まあ、OK って感じですね。OK って感じですね。全然見えない。カナダ行くね。学問どっちか、学問。学問。はい。努力すればよろしい。いいですね。はい、努力すればよろしい。私は、小吉でした。お小吉なんで、スモール、多分、良くない。先、縁結びやりましたけど、待ち人、これども遅し。はい。うん。でも、来るんですね。はい、来る。あ、恋愛ありましたね。感情を抑えよう、はい飽きない履歴なく損割りあかんじゃないですか、願い事思うに任せず目に見えて早くはできずなんで思い通りに行かずに早く行かないけど、うん、っていうことですねまあ、うん、しっかり我慢して、頑張っていきたいなと思いますね、うんうん、じゃあ今日はこんな八幡神社を見て回りました、はい、最後おまけとして、はい、古民家を開催したパン屋さんがあるんで、そうですね、パン屋さん行ってみましょう、はいゲストハウスから1分ぐらいですね朝ごはんとか、はい、カフェもやってるんで、はい、なんかお茶飲みお昼ご飯食べたり朝ご飯食べたりしてるゲストも多いですねはい、はいはい